先行が千春高校ミステリオ、レッツゴー。ちなみに千春くんはね、まだ中学生ということでね、うおーすごい、はい、もしかしたら今日最年少記録が出るかもしれない。ホープですね。多分日本全国でまだ中学生が代表になったっていう結果ないんですよ。だから UMB 側もすごい未成年を東京に呼ぶってことで、初めて保護者同伴で呼ばなければいけないかもぐらいの、今日は革命が起きるかもしれないです。そこを、常連組のミステリオがぶっ倒すかどうか、そういう試合になると思います。それでは DJ パナソニックビートをまずは聴かせてください。ダブシュレガアイアイ先行千春高校ミステリオ、yeah. DJ はパナソニック、エクザスプリンダーシェアのスタイルを否定するわけじゃないけど、憧れることは全くないよ。その上で俺も挑戦してるから、しっかりと対面しようぜ。間違いねえ、俺はステージのセンターで証言、どうこう言われてもさ、現場で挑戦するわけ変わらない。現場で挑戦、どうこう言わずに結果で勝負。さっきからカッコつけたこと言ってるけど、昨日奈良予選出てたらしいわ。出てたやろ奈良予選。ほんで今日は大阪代表は奈良予選。セント君ふざけれるバイブス持ってるか、言い訳できるバイブス持ってるか、ツーターン俺にかませる自信あるかい。ねえ、何がお前がセント君。ふざけてるラップがあるからできてないよ、セント君。オーケー、俺はしっかりとお前がセント君、俺が勝って言ってやるよ全国。しっかりと証明してるから奈良予選、奈良予選、ありきたりな言いバカだね。キャビンだ奈良予選、お前ひふみや言って並び直せ。キラさん、ちょっとステッカーおまけしてもろてええですか。これでええんかな。こいつが被ってるひふみやのロゴのエンブレム、明日なっちゃうで天狗熱。カッコつけた MC 多いけど、どれだけインフメるかどうかやから、お前じゃ通れへん大阪予選。最後見とけ、王者は俺。終了。頑張れ。それでは聞きます。先行千春、もっと拍手。まずはミステリオに1ポイント。 OK、 ジャッジの方に行きたいと思います。 Ready ジャッジ。左左左左左、俺左。勝者ここミステリオ。ウォー